こんにちは、うごめきです。これは僕の腕ですが、最近しょっちゅう山に行くので虫刺されの跡とかがひどいですね。最近ね、なんか腕にほくろが増えたんですよね。もともとここにほくろがあったんですけど、もう一個なんかほくろが増えたんですよ。あれでもこのほくろなんか立体的ですね。右のほくろに比べて浮き上がってるような感じがしますね。出来物でしょうかねこれ。あれなんかしかも足みたいなのが生えてるように見えますね。すごいな、足が生えてるほくろなんて珍しいですよ。なんかわかんないけど珍しいほくろができたみたいなんで、これから大事に育てていきたいと思います。それではご視聴ありがとう。いやどう考えてもほくろではないですよね。見ての通りマダニです。また噛まれてしまいました。今年3回目ですよ。どんだけマダニに好かれてるんですかね。まあもちろんマダニがたくさんいる山にしょっちゅう行ってるから噛まれるんですけど、それにしても今回はかなり不幸だったんですよ。というのもちゃんと前回と前々回の反省を生かして虫除けスプレー吹いてたんですよ。先日関西方面の山に行って冬虫夏草、昆虫に寄生するキノコを探してたんですね。その山がかなり鹿の多い山で、鹿の通り道にかなりマダニが多いんですよね。でそれが分かってたんで、ディート成分のかなり濃い虫除けスプレーを使ってマダニ対策を行っていたんですが、それでも刺されてしまいました。なんででしょうか。僕は山から帰ってきたら必ずシャワーを浴びるんですよ。今回行ったところはマダニが多いところだっていうの分かってたんで、体にマダニがついてないかチェックしたんですよね。でその時は腕に多分マダニついてなかったんですよね。マダニって噛まれると痒いんで、今も刺された周辺が赤く腫れ上がってるんですけど、だから噛まれてたら絶対分かると思うんですけど、その時はあマダニついてないなと思って安心してたんですよ。多分ですけどマダニに刺されたの寝てる時なんですよね。実は左手にもマダニに噛まれた跡があるんだけど、この赤く腫れてる部分ね、マダニの姿が見えないんですよ。夜寝てる間に噛まれて痒くてかいちゃって、多分寝てる時に爪でマダニを取っちゃったんですよね。体にはちゃんと虫除けを吹いていたんだけど、カバンには虫除け吹いてなかったから、おそらくこのカバンにマダニがついた状態で家の中に持って帰ってきちゃって、多分家の中に持ってきたマダニに刺されたんだと思うんですよね。前にも家の中にマダニが徘徊してるっていう動画を出したことがあるんだけど、それの今度はちゃんと刺されちゃったバージョンですね。マジで学ばんな。みんなわかるかな、僕の皮膚がだいぶ赤くなってるんだよね。ちょっと腫れてるんですよ。あ、しかもまだ噛まれてから1日しか経ってないのにパンパンに膨らんでるな。ほらこれ横から見ても結構厚みがありますよね。マダニに噛まれた直後ってまだマダニがこんなにパンパンに膨らんでないから、肌にぴったり密着してるのが普通なんですよ。それが今もう血を吸いすぎてお腹がパンパンすぎて立ち上がっちゃってます。すごいな、丸々と太ってますね。あーマジでめんどくさいわ。マダニ取るとき痛いんですよ。だから本当に嫌なんですよね。こいつ生きとるな、足が動いとるもんな。前にこのティックピッカーっていうマダニを取る専用の器具を使ってマダニを取ったんだけど、マダニの口が体内に残っちゃったんですよね。正直このティックピッカーよりもピンセットの方が先が鋭くてマダニ取りやすいんじゃないかなと思ったんで、とりあえずピンセットで試してみます。うわーこいつまだ生きてますね。最悪だよ。また1週間ドキドキタイムだよ。ドキドキタイム1週間っていうのは SFTS 重症熱性血小板減少症候群の潜伏期間です。マダニに噛まれてから1週間は嘔吐下痢とか発熱とか SFTS の症状が出ないか気をつけなきゃいけないんですよね。そういう症状が出たらもう真っ先に病院に行ってマダニに噛まれてから熱が出ましたっていう風に伝えなきゃいけないんだけど、 SFTS の死亡率高いですからね。若い人はほとんど死んでませんけどね。まあでも50代以降の人の死亡率は半端じゃないんで、 SFTS 発症したら 20-30% ぐらいの確率で死んでますよね。マダニめちゃくちゃ危ないんで、ね、本当に噛まれない方がいいですよ。このマダニの種類ちょっとわかんないな。フタトゲチマダニとかタカサゴキララマダニだったら SFTS を媒介するマダニとして有名ですけど、これはまだ成虫じゃないのかな。成虫になったらもうちょっと大きいと思うから、成虫にならないと種類なかなかわかんないらしいんですよね。取れるかな。また口が残ったら本当にめんどくさいからな。今やってんのこれ利き手じゃないんですよ。利き手をマダニに刺されちゃってるんで左手でやんなきゃいけなくて、それがな非常にやりにくいっすね。あれかな、ティックピッカーの方がいいかな。でも前回ティックピッカー使って失敗したんで、もう先の細い研いだピンセットを使った方が取れるんじゃないかなと思って。怖いけどやるか。痛えんだよなこれ取るの。ててて話しちゃった。マダニの内容物か僕の体液かわからないものが出てきてしまった。これ痛いのよ本当に。ててうわー取るのむず。ちなみにこのピンセットは消毒してますからね。エタノールで消毒してます。これ皮膚科に行って取ってもらってもいいんだけどさ、結局ティックピッカーみたいなものを使って取るから、人にやってもらうか自分でやるかの違いでしかないんだよね。取れた。ちゃんとマダニの口取れてんのかなこれ。口が残ってたらやだな。めちゃくちゃ痛かった。患部はエタノールで消毒しておきます。またこれの出番ですね。中1光学の 4.5 倍スーパーマクロ。さあこれが僕の腕を刺していたマダニの裏側です。なかなかすごい見た目をしていますね。この突き出してる黄色っぽいものが口なのかな。この真ん中の黄色っぽい突起がおそらく口下辺っていう部分かな。この口下辺を拡大するとめちゃくちゃ返しがついていて、一回刺さると抜けないんですよね。この先端の方に胸郭って言われる皮膚を切り裂くための構造みたいなのがあって、でこの触覚
みたいな横に広がってるものが触手って言われる部分ですね。この触手で皮膚の柔らかいところを探すみたいで、刺せそうな部分を探すんですね。こいつお腹がパンパンになってたけど、ちょっと潰しちゃってね、お腹の内容物を僕の体内に戻してしまったような気がするんですよね。非常に良くない。もしマダニの体内に SFTS ウイルスが入ってたら、口から逆流して僕の体内に入っちゃったわけですから、まあ非常に良くないですね。で、今回はこの口下辺っていう部分が削れてない気がするので、前回はこの口の部分が僕の体内に残ってたっぽいんですよね。もう今回はちゃんと取れたような気がするんで、僕の体内に口は残ってないんじゃないですかね。おそらくちゃんと取れたんじゃないかな。まあ、ひとまず良かったとしよう。今回はちゃんとマダニにも効くって書いてあるディート成分の濃い虫除けスプレーを使ったにもかかわらず、服なのかカバンなのか分かりませんが、マダニがついてきてしまったみたいですね。皆さんも山に行くときは虫除けスプレーを体に吹くだけじゃなくて、洋服とかカバンにもかけた方がいいと思います。あとマダニに刺されたら病院に行くことをお勧めします。多分普通の家庭にあんなに細くて使いやすいピンセットって置いてないと思うんですよ。そういうのがあるんだったらピンセットを消毒してそれ使ってみてもいいかもしれないけど、失敗してマダニの口が体に残った時に結局その後病院に行って皮膚ごと切除することになるんで、まあ、あんまり自分で取るのはお勧めしませんね。今回はたまたまうまくいきましたけど、昆虫の解剖とかに使ってる細くて柔らかくて使いやすいピンセットを使って取ったので、そういうのがない限りなかなか自分で取れないと思いますね。皆さんもマダニには気をつけてください。それではご視聴ありがとうございました。